私たちの水浴びを除いた罰よ。苦しむがいいある。リンリン、まだ許してくれないんだ。すまなかった。だけどそろそろ許してくれないか。本当に悪いと思ってるし、もう絶対にやらないから。ダメよ、乙女の肌を盗みにされて簡単に許せるわけないやろ。黒田くん、キリキリ働くがいいね。ほんと厳しいよな。くそ、まあ仕方ないか。しっかりリンリンの分まで働くよ。確かにこんな汚い戦場でいいもん見せてもらったしな。いやでも本当だぞ。ああ、リンリンの水着姿可愛かったな。な助っ人が来たぞ。たった今別の部隊から2つ目のヘビーマシンガンをもらってきた。これでこの陣地は最強だな。アトランティールが100戦攻め込んできても引けは取らないぞ。トーマス、落体は無理じゃないか。さすがに銃機関銃1つで4、5体、2つでせいぜい10体だと思うぞ。リンリンは球団係として弾を渡してくれればいい。射手は得意なやつに任せよう。ヘビーマシンガンなら土のうに固定するから負傷兵でも撃てるだろう。そういえば土のうの方は積み終わったのか。もうだいぶ出来上がってるみたいだが。ああそうだな、8割9割ってとこだ。10人ぐらいでやってるし、あと1往復もすれば出来上がるんじゃないか。よし、どうにか陣地構築は間に合ったようだな。ここを固めれば敵の襲撃があっても大丈夫だ。それにしてもリンリン、やけに服が綺麗なままだ。一緒に土のうを運んでいたとは思えないぞ。はいな、リンリンの分は黒田くんにやってもらってるある。黒田くん、リンリンの裸を覗き見したから当然よ。でも今日はいっぱい頑張ってくれたから許してあげるね。もう覗きなんかしちゃダメあるよ。おお、ようやく報われる時が来た。もちろん二度と覗きなんかしない。よろしいある。じゃあ仲直りね。リンリン、手が冷たいな。冷え性か。わからないね。でも黒田くんの手、おっきくてあったかいやる。お父さんみたいね。
やく仲直りしたか。よかったよ。仲間同士が銃口を向け合ってたんじゃ、100年かかっても敵は倒せないからな。ま、これで一安心だ。はっはっは。トーマス、俺は弾薬でも取ってこようか。そうしてくれ。俺はロケット砲をもう2、3個調達してくる。オーケー。じゃあ、リンリンは土のうを運んでくる兵士たちに、もういいって伝えていってくれ。手がいた人間は、ヘビーマシンガンの配置と、崩れ落ちている土のうの積み直しとか、陣地の微調整を。はいな！了解ある！どんどん伝えてくるよ！実は、ずっと黒田くんに任せっきりで退屈だったね。今からちゃんとリンリンも手伝うありよ。ああ、そっか。まあ手伝える範囲でいいからな。銃なんか下手に触ったら油まみれになるぞ。ふっふーん、それくらいどうってことないやれ。故郷でも油まみれになりながら働いてたね。おお、その年でもう働いていたのか。そりゃ感心だな。まあそういう俺もリンリンぐらいの年には訓練に明け暮れていたがな。そうか、そんなに聞きたいか、俺の昔話を。訓練生時代の話だって恥ずかしくてあんまり話せたもんじゃないんだけどな。ちょっと俺、伍長に呼ばれてるんだった。すまん、ちょっと弾薬を取り数で行ってくる。黒田くん。そこの兵士たち、集合！この陣地の責任者、トーマス少将から特別のお話がある。今すぐ聞きに来い。さあ、イエスさあ、了解であります。トーマス、大人気じゃないか。お前の話を聞きたがって彼ら走ってくるぞ。ふう、人気者は辛いぜボーイ。いいだろう、そんなに聞きたいなら出し惜しみは一切なしだ。全てを語り尽くしてやろう、ひよっこども。カモンベイビー。でもリンリンはさっき伝えたことやっといてくれよ。ほら、土のうを持った兵士が来たぞ。あ、わかった。あれ、あー、いやー、残念ね。リンリンもトーマスさんの話聞きたかったよ。でも仕方ない。あれ、陣地をちゃんとするのが先ね。あ、いやー、残念。あれ、おー、そうか。それならリンリンにはまた後で特別に。ほらー、そこサボっちゃダメあるよ。いやー、ギリギリ働くねー。
着しました。さあ、おお、そうか。では話を始めよう。ありがとうね、黒田くん。彼らには悪いことしたけどな。黒田くん悪い人ね。さて、どうにか切り抜けたし、弾薬でも取りに行ってくるか。また後でな、リンリン。はいな。リンリンもトーマスさんに捕まらないようにしないとある。よ、グロスケ。守備はどうだい？あ、伍長か。前線陣地はほぼ形になったぞ。あとは必要な賭けを配置して、主要路にトラップを仕掛けりゃ終わりだな。あれ？サイトは？ああ。あいつにはバリケード張りに回ってもらってるよ。裏路地を全部封鎖しとかないと。そっちに入り込まれたら厄介だからね。まあ、気休めだけど。それで、肝心の調査の方はどうなんだろうな。悪くはないらしいよ。かなりいい状態で都市が丸々残ってるからね。神殿に文献が大量に残されてたんだってさ。学者先生たちは今、それとにらめっこってわけさ。でもサラは農家にいたぜ。ああ、あの子は十字架を調べてるらしいね。あの十字架にも、ムーの文字らしきものが刻まれてるんだってさ。へえ。それにしても伍長、情報通だな。なんでそんなに詳しいんだ？そりゃ、ここは人の流れが激しいからね。嫌でも情報は耳に入ってくるのさ。例えば、あんたがトーマスの話から逃れるために見知らぬ兵士を犠牲にしたこととかね。なぜそれを。うわ、クロンボだ。何してるの？トラップ用の爆薬を取りに来たんだ。そういや、お前は何してたんだ？お前、まさか。この目、さては私を疑ってるでしょう。まあそうだな、割と疑ってる。うわー、ひどいな。私だって必死に手伝ってたんだよ。はあ、疲れた。だから何をやってたんだよ。負傷兵の治療のお手伝い。やっぱり長旅で具合の悪くなった人が結構いて、ミカエル君とか急にすごい頭痛がしたみたいでずっとうめいてたし。ミカエルが？大丈夫なのか？一応容態は安定したけど、メディックは任務に参加させない方がいいって。そうか。